リニューアル前の駅舎カムリキ駅は、長野県東築間郡築北村境にある、東日本旅客鉄道市野の線の駅である。当駅名は、近くに、カムリキ山があることに由来する。近隣では、当時、駅開設を働きかけた村長の名を取り、彦在門駅とも呼ばれている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。 地区北村が受託する松本駅管理の簡易委託駅。ポスター末設置の出札窓口があり、指定券も発売している。営業時間は7時から15時45分。合併前の旧境村にあった唯一の旅客駅だが、当駅は旧境村の中心地から離れた森の中にある。これは、当駅の前身の信号場が森の中に設置されていて、 旅客駅に昇格した際に新たに駅の用地を作らず、ホームや待合室の設備などを、信号場の場所に設置した方が合理的と考えたことによる。現在まで地域住民は徒歩か自転車、自家用車あるいは路線バスを利用して、当駅まで来る。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は64人である。2000年度以降の推移は、 以下の通りである。森の中に立つ駅であるが、長野方面へのホーム側にマレットゴルフ場がある。通勤用の駐車場と自転車置き場がある。ありがとうございます。